お世話になります、ひとりでございます。先日別の動画の検証で、鎧のことでダクマを預かり屋やポケジョブに預けるとマスタードから専用セリフが聞けると判明しました。ではダクマを2体用意し、預かり屋とポケジョブの両方に預けるとどうなるのでしょうか。他人のダクマでもストーリーは進められるので、預かり屋とポケジョブのどちらが言及されるのか、それとも新たなセリフが聞けるのでしょうか、という趣旨のコメントをいただき、気になりすぎて眠れなくなりました。このコメントのいいねの数からして、私と同じように眠れてない方は相当多いと思いますので、そのような方のために、今回は2体のダクマを預かり屋とポケジョブに1体ずつ預けるとマスタードのセリフはどうなるのか検証していきたいと思います。はい、じゃあこれでまたダクマ手に入れていきたいと思います。もうやだこいつの、これ何回見なきゃいけないんだよ私は、つれえよ。オッケー、今回はすんなり仲間にしていきましょう。何体目だろうねこいつ本当に。はい、鎧島の景色がいいところ一緒に眺めればのストーリーをやっていくわけですね、ここから。はい、それで現在どうなってるかと言いますと、ダクマ1体2体おります。すでにもう輸入しておりますので、この2体でねやっていくっていう感じになります。まあとりあえずこれはまずは知ってる方は多いと思いますが、普通のね2匹持ってる状態で話しかけたらどうなるかをね一応確認しときたいと思います。はい、およよスリージンとダクマの今の関係は、あ、ここの時点で選ぶんだ2体から。いやこれ自体私知らなかったわ。でも実際どっちか選んでやらなきゃいけないんだね。いやこれ地味に知らなかったわ。はい、じゃあここからポケジョブと預かり屋に預けていきたいと思います。それでは行きましょう。今回はもうポケジョブのためにある程度進みましたんで、空を飛ぶ使えますので、まあ簡単に行けるっていうわけですね。はい、ここに着きまして預けていきますと。1体はどうなさいますか、預ける。でこれ2体いるんですが、こっちの方が輸入したダクマですね。こっちをまず預かり屋に預けておきたいと思います。はい、行け。はい、選んだポケモンでよろしいでしょうか。はい、1匹だと500円いただきます、いただいてください。はい、これでダクマ預かりますねという感じでなりました。はい、じゃあそしたら入ってポケジョブやっていきましょう。まあこれ何でもいいか、ここで預けていきましょうか。はい、こいつは自分がもらったやつですね。先ほどもらったダクマを預けていきたいと思います。これで選ぶですね。はい、選んだポケモンでよろしいでしょうか。はい、と。はい、送り出すと。1日でいいかな。行けよダクマ、お前なんか新しいセリフ聞いてんで。はい、これでいいですね。はい、完了しましたと。はい、じゃあ改めて状況を整理しますと、自分が親のダクマはポケジョブに預けておいて、他人のダクマは預かり屋に預けておいてる状態でございます。この状態で聞いたらどうなるかね、行ってみましょうか。はい、どうなるか、行け、頼む。え、ダクマ預かり屋さんに預けてんのね。え、仲良しちゃんかどうかダクマ帰ってきたら見せて。え、これ優先されんの。え、預かり屋の方ってことは。じゃああいつ無視されてんじゃん。しかも今自分が親になってるダクマはポケジョブにいるわけですから、なぜか他人のダクマが優先されるっていうね。おい、やめろよ預かり屋偏重主義、ひでえな、ポケジョブ差別主義者かよ。じゃあこれ一つ思ったんですけど、入れ替えたらどうなんですかね。入れ替えてやってみましょうか、ポケモン。ダクマ一匹引き取ってきますよ。はい、でこれでポケジョブの方に預けていきましょうか、さっきの答えを。キャンセルして、それで成長せずに戻してくる、この依頼を受けると。でダクマはこっちが先ほどポケジョブに預けておいた方なので、こっちはねポケジョブに預けたいと思います。それでは行ってらっしゃいと。はい、オッケー、これで送っていきましょう。はい、送り出す。1日、お前頑張れよ、違う成果見せてくれ。はい、お手伝いに向かいましたと。はい、じゃあこっちに、預けていきますと。これは先ほどポケジョブに預けておいた自分の親のやつですね。これを預けていきましょう。選んだポケモンでよろしいでしょうか。はい、はい、じゃあまた改めて状況を整理しますと、このデータで親になっている個体は預かり屋に預けまして、他人のダクマはポケジョブに預けてる状態でございます。この状態でどうなるかね、聞いてみましょう。さすがにちょっと変わるかな、変わんねえかな。およおダクマ預かり屋さんに預けてんのね、マジかよ、なんでポケジョブ無視されてんの。え、お前ポケジョブの差別やめろって、マジで預かり屋偏重主義なんじゃん。いやこのポケモン界では預かり屋の方が勢力が強いってことですかね。はい、じゃあここまでちゃんとストーリーでゲットした個体と他人からもらった個体でやったんで、他人からもらった個体同士でちょっとやってみましょうか。まあこれこそ本当に対象実験みたいになってますね。はい、じゃあここで自分が親のね個体まず引き取って、それポケモンホームでね入れ替えたいなと思います。はい、受け取りまして、はい、でこいつが親3のダクマとなっております。つまり自分のダクマですね。こいつを移動してこっちに置いといて、それで別のダクマをね輸入しておきたいと思います。はい、はい、じゃあここで預けていきましょうか。預かり屋で預けると、先ほど輸入したてほやほやのダクマをね、他人のダクマを預けていきたいと思います。はい、選んだポケモンでよろしいでしょうか。はい、オッケー。はい、これでまた改めて状況を整理しますと、今はどちらも他人のダクマで預かり屋とポケジョブに1体ずつ預けてるという状況となっております。この状況でどうなのかね、聞いていきたいと思います。
来いよ、頼むよ。待ってよ、なんでアズカリア、ポケジョブ無視すんなって。おい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 、他人のダクマでも結果一緒なんすね。待ってよ、ポケジョブないがしろにされすぎでしょ。だからダクマは自分が親か他人が親かっていうのは全く関係ないってことっすね。はい、でまたちょっと思いついたんですが、ダクマ3体でやったらどうなるか検証したいと思います。はい、じゃあこのダクマで親が私3のやつの、個体をね持ってきて、それで実験したいと思います。じゃあここでさらに3体使ってやるんですが、ポケジョブと預かり屋ってそれぞれ2体以上預けられるじゃないですか。ですからポケジョブか預かり屋どちらか2体で、どちらか1体、これでやっていきたいと思います。そうすれば預かり屋偏重主義のこのおっさんもポケジョブを無視できなくなるんじゃないかなと思います。はい、ここでポケジョブやっていきましょう。じゃあこれで適当にこっちでもやりましょうか。この依頼を受けますか。はい、ではい、じゃあこのどっちもね他人のダクマですね、これを預けていきたいと思います。はい、これを2体預けといて、レアなポケモンでよろしいでしょうか。はい、と送り出します。よろしいですか。はい、行けお前ら2人、悲しいよ2人一緒に行くんだ、かわいい、行っちゃったはい、ここで改めて状況を整理します。と預かり屋に自分が親のダクマが1体いまして、ポケジョブに他人のダクマが2体預けられております。とこの状況で今もポケジョブの方が優勢ですから、数的には。そしたらこいつも反応せざるを得ないんじゃないかなと思います。聞いてみましょう。おいダクマ、なんで預かり屋なんだよ。おいポケジョブ2体いるんだぞ、ダクマなんで勝てねえんだよ。そっちが預かり屋偏重主義のこいつ、あっ頭勝手おっさんだな本当に、ざけんなよ。まあ一応じゃあポケジョブに1体、預かり屋に2体でもやってみましょうか一応ね。はい、じゃあここで引き出していきましょう。とまずはこいつらに、帰ってきてもらうと、キャンセルしてね。はい、じゃあここでもう一個のねこっちのポケジョブをやっていきますと。他人のダクマ1体だけね預ける感じでやっていきましょう。まずははい、これで選んだポケモンでよろしいでしょうか。はい、で送り出すですね。お前頑張れよ、もうごめんな、何回も何回も行かせて引き取ったりして本当に。はい、お手伝いに向かいましたと。はい、じゃあここでこいつに預けていきましょう。先ほどポケジョブで、引き取ったやつですね、こいつを預けていきましょう。はい、500円いただけよ、もう最初から取っとけ。はい、じゃあここで状況を改めて整理しますと、他人のダクマが1体ポケジョブにおりまして、自分のダクマと他人のダクマが1体ずつね預かり屋に預けられてる状態でございます。これでいきましょう。テク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 、まあこれはね予想つきますけどね普通に。はい、聞いてみましょう。預かり屋さんですよね、お前はもうそういう差別主義者だから預かり屋のことしか考えてない、ひどいよ。でここまで見ていただいた通り、マスタードのセリフは預かり屋に預けた設定になっておりますので、このまま景色を見ても景色を見なくても塔に行ったら同じ反応が出ることはまあ予想されますので、てかもう明らかなんで、さすがにもう勘弁してくださいということで検証結果、2体のダクマを預かり屋とポケジョブに1体ずつ預けると、マスタードのセリフは預かり屋に預けた時と同じになるでした。実際今回始める前に私マジでどうなるんかなって気になってたんですけど、まさかの専用セリフとかではなくて預かり屋がシンプルに優先されるっていう感じでしたね。もうちょっと違うの期待してましたけど、単純にどちらかが優先されるっていうだけで、なんかちょっと残念な気持ちもしましたね。っていうか私気づいちゃったんですけど、預かり屋ってポケジョブよりずっと昔にできていましたよね。ポケジョブはつい最近できたものです。ということはゲームフリークはマスタードみたいな年老いた方が新しい時代の技術に対して偏見を持って昔からの制度を重視しすぎてる。つまりマスタードは今よくあるいわゆる老害ということを示唆しているのではないでしょうか。つまり今の日本は高齢化社会ですから老害がはびこっているということを示唆していて、このポケモンのゲームをやる世代、つまり若者たちに風刺的に知らせてくれているのではないでしょうか。信じるか信じないかはあなた次第です。